億、お砂10億矢印これわらわら。いやおかしいだろ。これだけ金かけて B クラスになる様を見れるのが面白いんじゃないかわら。なおならない模様。優勝待ったなし。ただのリリーフ20億とかコスパ悪すぎ。ワンダーフランコまだかな。お砂は高いよね。親会社は1兆以上の損失出し取るのに道楽に40億ぶっ込むとか株主怒らんのかな。円安のせいで外人は割高に見えるな。中継ぎは生えてくると言われてる割に外人おらんと崩壊するよね。ライマル2億の5倍働く。結果的にこの2人いて CS 滑り込めたし補強としては成功すぎる。有原含めて80億補強してなかったら間違いなく B クラスだったな。日ハムはまだしも楽天は愚か西武にすらまくられてるかもしれん。100歩譲って近藤は妥当だからって言い分はわかるとして、オスナはどういう成績残せば10億妥当なんや。他の球団に入ってホークスに来るのが正解か。でもやっとアンチが想像する弱金マン球団らしくはなってきたな。近藤以前は肩透かしばかりだった。少なくとも近藤は7億の価値あったやろ。